月月は、後藤優春による日本のライトノベル。イラストは、コリエダ・リコが担当。2011年8月16日に公式サイトで、ドラマ CD 化が発表された。第6回 MF 文庫 J ライトノベル、新人賞化作を受賞した作品であり、新人賞応募時のタイトルは、ついている。であった。2013年8月に12巻を出したのを最後に、 新刊の観光が途絶えている。主人公は格闘技を習っており、当初は各巻の終盤にバトル要素が含まれていたが、後にハートフルならアブコメ色が強くなったことで戦闘シーンはほとんどなくなった。月刊コミックアライブにて2011年8月号から2016年7月号まで芝峰隆作画のコミカライズが連載されていた。テーマは家族。 ある日、南条忍が目を覚ますと、目の前に、下着姿の巨乳の少女が眠っていた。彼女は、ルナと名乗り、自らを、忍の,の奴隷だという。そのまま母の許しを得て、忍の,の家に住むことになった。その他神を自称するホームレス少女、同級生の対魔師少女などなど、様々なヒロインたちが入り乱れて、騒動を起こす。やがて忍にとって、 彼女たちは、かけがえのない、家族となっていく。声優名は、ドラマ CD 版のもの。以下特に断りなく、マキと刺すときは、原作大マキのことを表す。作中で使用された特殊な力を持った道具を、掲載 MF 文庫 J より観光。12巻の観光を最後に、続マキは途絶えている。月刊コミックアライブより観光。 末期は救済及び減平時課が目立ち、6巻から最終巻観光までは2年のブランクが生じた。性描写が非常に多く、また各キャラクターの過去の一端が描写されるなど、作者独自の要素が強く出ている。ほびれ構図より発売。第1弾は小説本編の内容だが、第2弾はオリジナルストーリーとなっている。ドラマ CD 月々。付き。 ドラマ CD つきつき、呪いの刀は寂しがり屋。ありがとうございます。